何やっとんねんこいつ。味噌菌ブームに乗じて。おい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 、きっかけ味噌菌、正菌、細菌、細菌。やりたい放題、無法地帯だ、マジで。勝ったやつ、俺。最終目標、シャガキン TV の時計にしよう。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。てか、お金を払うオタクが増えてきてんのかな。今あれもすごいらしいじゃん、ファンティア。今ファンティアすっごいんだって。コスプレイヤーとかがそのエッチな画像とかをサブスクライブであげますよっていう。500円とか強気に出てる人は月3000円とか。どこまで見れるかは知らん。エッチな漫画描いてる人とかエッチなコスプレイヤーが、まあめっちゃ活躍してるイメージがあるな。俺ファンティアの話は聞いてきたんだけど、中堅ぐらいで、月200とか行くらしいよ。すごくない？中間業者みたいなのがたくさんあって、その人たちにどういう画像がいいかとか、その投稿するペースとか、投稿自体はあっちに任してみたいなことやって、楽にできるらしい。まあコロナで需要が増えたのもありそうだよね。単純に SNS に貼り付く頻度が増えたんじゃない？ああいうのって常に流入が Twitter からとかだろうから。流入が Twitter で、エロいお姉ちゃんいました。エロいお姉ちゃん見てたら、なんか、ファンティアっていうもっとエッチなのを載せてます。見たくなるよね。1500円課金しちゃうよね。妄想すればいいじゃん。特殊技能だね。それで満足できるお前すごいよ。その中間業者がどんぐらい儲かってんのか知りてえな。女の子も得するけど、中間業者がやばそう、本当に。しかも中間はサブスク線でも見れるんやろ。その思考はなかったわ。その考えはなかった。それずるいねと思うんだね。すごいね、本当に。欲求に従順だね。俺ちょっとも思い浮かばなかった、お前すごいな。嫉妬で生きてるね。月収4000万のポーンハバー。ポルノハバー。あ、俺、なんか、あれか！あれ、なんかさ、カップルでやってる人とかいるよね。今日はこういうプレイをしてみた、見ましたみたいな人たちがいんのよ。で、10分ぐらいすると、で、俺が10分見たのは今バレたんだけど、10分ぐらいすると、これ有料の方に流されんの。10分すると、で、なんか、続きは何々でみたいな感じで。日本だけじゃなくて世界中から課金されるから。うん、なるほどね。てか、とりあえずエロって金になんだな。とりあえず何かしら、もう何のコンテンツでもまず最初に金になることって、マジでエロ考えた方がいいね。VR も一番エロが金になるって言われてたしな。VR ゴーグルも。新しいなんかエンタメコンテンツが出たらマジで、エロを考えた方がいいね。無料製品を作るだけすごいじゃん。まあそうなんだけどね。水菌食ったや、食わねえよ。食わん。そもそも脂質制限してるから俺。食えないよ。美味しかった？味噌菌。食べた？今売ってない。は、そんなんなの？ヒカキンさんすげえ。買えねえんだ。メルカリ。味噌菌。大人気、味噌菌飯5個、5500円。14個、2万円。これ何これ。味噌菌を捕食しようとして、右腕1本と、右手首と、左足の先を負傷したカマキリ。おい！何やったんだよ、こいつ！味噌菌ブームに乗じて。ただ壊れたカマキリ売りたいだけじゃねえか、お前。やや傷や汚れらじゃねえよ。ややじゃねえだろ、もげてんだから。カスがいたもんだな。他にも味噌菌ビジネスいるだろ、これ。ひどい、マジで。暴れる君、ケボーズ、カード、味噌菌って入れんな！これひどい、マジで。これやばいぞ。何の関係もない。暴れる君のカードになります。美術とてもいいです。オーラが溢れてます。ポケモンもやばくない？これは、この2ワードマジやばくない？入れたもん勝ちやん。
おい、クズいるぞ。味噌菌が食べたいので、かぶった妹のポケモンカード売ります。買ってください。妹の売ってね。妹の売ってね。いや、でも妹にお願いされたかもしんないしな。これは俺か。これは俺が腐ってたか。広すぎ。やばいね。ありえる？味噌菌発売日に取れたひまわりだ。やりたい放題だ。写真撮るの下手くそな。なんでアクロバティックなの、この2枚目に置いたの。下手くそだろこれ。え、何これ。スプリームのパンツプラス味噌菌って書いてあるけど、味噌菌とここか、ここどこに味噌菌、待って、味噌菌クイズが起きてるよこれ。ここに入ってるってこと？これ味噌菌。これ、これ、これか？この輪郭か？え、メルカリガチでひでえ。ヒットすりゃ何でもいいんだな。これ、背景前投下したちゃんと売ろうとしたやつが味噌菌って入れるなよ。おい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 、メタってひだい、ひどい、タグがひどい、タグがマジでやばい。入れれるもの全部入れてる。ヒカキン、ヒカキン、ミソキン、セイキン、サイキン、サイキン。ひどいよ、マジで。ひどすぎる。頭に浮かんだもの絶対書くなよ。やばい、やばすぎる。こんな売り方しててメルカリでは星 4.5 もらえんの、世も末じゃね。この売り方がもう普通なんだろうね。尋常じゃねえな、メルカリ、メルカリ尋常じゃない。やりたい放題、無法地帯だ、マジで。大喜利じゃん、もう。何なのこれ。コメント失礼いたします。購入を考えてるのは、こちらの商品の値下げは可能でしょうか。なぜ、なぜこの素晴らしい作品がこの価値にしかないんで分かるの。これ、え、これ何起きてんの、メルカリ。これメルカリ何起きてんの。味噌菌が買えないから書いた絵。そちらのノートには他の落書きもありますか、本ごと届きますか。本当に気になってるか。待って、売れてる。待って。売れてる。売れてる。てか、まあ、これが売れてるもんね。まあ、これ冗談じゃない。これは味噌菌ワンケースなんだけど。19,600円で売れてるよ。12カップだよ。買う人がいるんだね。普通に売れてるもんな、18,000円で。そりゃ転売するよ。こんなこと言っちゃあれだけど。味噌菌の発売新潟、アイコスとテリアの空箱。値下げ交渉されてるけど、1300円で売ろうとしてる、こいつ。もっと安くせえや、お前。カオスが起きてるな、世の中。これがカオスだろ、まさに。おい、おい、何しちゃうこれ。俺の顔300円で売るな。俺の顔を300円で売ろうとすな。ローソンのでも無料でもらえるやつだし、無料でもらったの切り抜いて300円で売ろうとしてるし、しゃあお前は最低価格。悔しい、俺の顔最低価格で売られてるよ。てかメルカリ俺ちゃんと初めて見たな。ヤフオクとミンドがちげえや。売れてる、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 買ったやつ俺。売れた。
嬉しい、よかった、売れてありがとう、助かるよ。散歩配信の時これ持ってこいよ、俺サイン書いてあるから。この前メルカリで買いましたっつって、あバカなんだな本当にお前らは。スタミ私物オークション級やってみない、おもろい、おもろい、それちょっといいやるわ。何出品しようかな。これはこれミッチーから盗んだブレスレット、これ何て買う、これまだ返してないんだけど。あれがミッチー合ってねえんだ、もうミッチーから盗んだこのブレスレットミッチーが買う。おもろいなぁ、私物オークション企画マジ面白い。なんだろうね、もらんちにいらないものなんてたくさんあるからな。あ、それこそユニコーンガンダムのこれとか、もう土井さんにもらったやつ絶対組み立てねえからあげるし、これも売ってあげたいんだけどさ、これ俺以外持てないからさ、送れない、そう送れないんだよね、これ俺以外持てねえんだよ、これ発送できん。投げてな、そして戻ってくるような自分の元に。わしべスタミってどうやってやんの。俺が外配信適当にするやつで視聴者になんか物持ってきてもらうの。あーでも確かにストリーマー感ありだね。この前のザ河川からやっときゃよかったな。何かしらから始めて最終目標をシャガギン TV の時計にしよう。ドゥアカーグタ、いろんなところ辿って辿って辿ってラスト頼む、シャカさん、いいよ。あ、そのためにみそきが良くない、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 危ねえ、危ねえ、甘み出た、危ねえ。みそきみそきスタートめっちゃ勝ちだったやん。配信者はみそき持ってるよ。もらってないよ俺、ヒカキンさん、スタンミジャパンに送り忘れてるよ。みちいるやん、やべ、みちこれわらしべ始めんだけど、これからスタートしていい？これからスタートして、次俺みっちーくんに物もらうから、みっちーくんこれと交換できるものを用意しといて。マジヤーさんの手口ガチでやばい人。あ俺マラシブいいね、やっぱ配信してるといい案が思いつくもんだな。やべ、メモに送ってた、それがケンキ君に送ってた俺の配信案、スタミナ私物オークション企画だから。ごめんケンキ君、ごめん間違えました、送るところ。